村井の恋最終回良かったので動画出しました。作画が安っぽいとかギャグが寒いとかいろいろあったと思うけど、やっぱり過去の運命の人と結ばれるってのが綺麗に終わり割れるよね。最後は一気に時間がすっ飛んだけど、良い感じの後日談になってて良かったですね。ギャグのノリが合う人は見て損はしないと思います。以上、村井の恋のお話でした。